多分ね10分ぐらいしかできないかもだけど、なんか申し訳ないなと思って、なんかさショールームするのが習慣化してるからさ、何もせずいるとね罪悪感がすごいんですよ。だから10分とかだけでもとりあえずつけてみようと思って始めてみました。リスト作ってパセのツイート見れるようにしました。お、リスト作ってくれた、ありがとう。カズノシンさんアイスありがとう。雨強い。お仕事お疲れ様。お疲れ。雨がめっちゃ強いんだよね。困った。土砂降りです。もうすごいの。車のフロントガラスがもう見えないぐらい。覆われるぐらい雨降ってるんですよ。私はねエゴサはヤフーのリアルタイム検索で昨日の夜からやってる。結構強いですね。ゆうたくんお断りです。そう聞こえるでしょ雨の音。レインボースターありがとう。イハクさんハートありがとう。心配。今日はさっきお母さんにチョコモナカジャンボを買ってもらいました。今日1個目のアイスです。イエーイ。でもねなんか買ってくれてたらしくてアイスをもう1個、ちょっと見せたいな。見せるかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。ほいほい。アイスちょっと、あるかな。あ、これじゃーん。カステラアイスをね、チョコレート味もあってね、いちご味もあるしね。じゃーん。アイスボックスも、アイスボックス大量にある。すごい SD アイスボックスが大量にありますよ。ほうほう。かまちゃんハートありがとう。アイスもありがとう。あと私がこの前ショールームでおすすめしたやつ、これこれ美味しいです。おすすめ、辛くて美味しいです。こんばんは。お、虫歯治った、よかったよかったね。沖さんのメールね、あれはタイトル、タイトルには意味があるんでしょうかね。そう、これ東海限定です。お母さんがあのお父さんのとこに会いに行った時に買ってきてくれるやつです。なんかいろいろあるわ。超美味しいよ。え、おすすめだよ。辛くて美味しいです。止まらなくなる辛さをしている。お前髪あげちゃいました。もう洗濯バサミやめたんだ。こんばんは。これは東海限定です。台湾ラーメンです。味仙とは書いてない。台湾ラーメンって書いてるだけ。こんばんは。雨止むといいな。え、確かにツアーでね、愛知来る方、名古屋行く方、ぜひ
ゲットしてみてください。充電器を挿そうと思ったらさ、あの水分を検出しましたって言われて充電できなくて、今充電してないんですよ。いつも配信中充電してるんですけど、だから充電が終わったら、充電が終わるかお母さんが戻ってきたら配信は終了となりますので、よろしくお願いします。すいません、自分の部屋がないもんで申し訳ないです。申し訳ありません。そうだから充電せずしてる、守った、緊急時はみたいな、緊急時でしたら大丈夫ですみたいなの出たんですよ。しかし iPhone が故障する原因になりますって書かれてて、いや iPhone が故障するのは相当な出費だなと思ってやめといた。カズノシンさんラブレターありがとう、ね、ゆさなこさんお断りです。妹会いました。妹ね、あの相変わらずでした。のこばやさんハートありがとう。クロさんお疲れ。パここにパわわわさんお疲れ、ここありがとう。そうなんかね、ヘアワックスみたいなやつを使わなくなったんですよ。だからこれいる？いらんって言われて、即答でいらんって言われて、見てすらなかった。せめて見て、いらんって言われました。こんばんは。そうとしさんバラありがとう、ごめんさん花束ありがとう。わわわプーさんラブレター、ジュッツ、もしかしたらもうそろそろ終わらなきゃ時間かもしれない。へー、終わらなきゃタイムかもです。ですです、こんばんは。短くて申し訳ない。また明日、明日も何時から配信できるか分かんないので、ちょっとまたゲリラになると思います。あっちゃさんありがとう、申し訳ない、メール送ります、ごめんね。 PR 舞台の本読んだ方ならきっと事情を分かってくれるでしょう、きっと。では男女いきます。13位ハマコンさん、12位さゆっちょさん、11位あっちゃさん、10位おみかんさん、9位さだなみさん、8位わわうさん、7位いっちゃん、6位かずのしんさん、5位よぴたん、4位じのらごさん、3位フェリスさん、2位かめさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。ではありがとう、また明日、バイバーイ。